大胸筋の形は遺伝ですか、内側だけ弱いのですが、内側のおすすめ種目を教えてください。もちろん遺伝もあるんだけど、普通は外側からついてくる。俺もそうだよね。こうやって見たら。外側の方が厚いでしょ。で、これ内側っていうのは、ここ、まあ、ここよく、ここにヒットする、ここの筋肉をつけたいって言うんだけども、これ見てみると、大胸筋でこっから始まって、肩のここについてるわけだよね。こうやって。こうやって。だから、こことここは一本なわけ。ね。だから、ここだけ分厚くなるってことはないんだよな。だから、背中、俺肩っていうのは、肩じゃない、胸っていうのは、ここを横からちょろちょろ吹いてって、これ、ここ、ちょろちょろここがついてくるわけ、ここに。ここに。なので、いきなりここだけ、ボンって太くなる。ここだけ厚くなるってことはなくて、全体的に厚くなってくるんだけども、これこうやって、こうまとまってるじゃない、こうやって。だから、こっちの方が、密度が濃くなるっていうのは、密度がなんていうの、これ。わかるよね。こう縮まってるわけだから、こっちの方が厚くなりやすいでしょ。なので、ここだけ、厚くなる種目ではない。ただ、プレスじゃなくて、こうやって、アイソレーション系で内側に入る種目をやると、もっと全体的に、コントラクト、収縮ができるということなので、そういう種目を入れていくということだな。